りなさい。シャオ、ブラックホールは？心配いらない。君たちの帰還に前後して、ブラックホールも消滅した。同時に、地球側のブラックホールも消滅したとの連絡も来ている。それって、オメガも消えてしまったってことですか？オメガは、アカシックレコードの具現した世界。あちらはあちらで残り続けているよ。目に見える脅威が去ったということさ。君たちは十分やってくれた。おかげで世界は救われた。あとは僕の仕事だ。反応は完全に消失している。ナベリウス付近からも感知できない。データだけを見るならば消失したと判断するのは適切だ。でもペルソナが君に力を貸してくれたのもまた事実だ。うん、私もね、感じるんだ。はっきりとはしてないけど感じる。あなたの中にあの人のことを、前まではなかったぬくもりを。少しは前進したんだよね。君もまといもずっと働き詰めで疲れただろう。しばらく体を休めてくれ。そうですね、メディカルチェックとかもしておかないと怒られますよ。シエラ、君もだよ。環境は僕が預かる。え？私もですか？未知数な世界の問題解決、そこに君もずっと関わっていたんだ。少し休んでくるといい。まさか、まさかシャオからあんなお言葉かけてもらえるなんて。長生きはするものです。いろいろ大変でしたけど、終わりよければってやつですね。いかにも、かの世界での尽力、改めて感謝します。バルナスさん？オメガにしかいないはずのあなたが、どうしてここに？私もまた、あなたたちと同じ存在。理由はそれだけです。ガーディアン殿、どうぞ、こちらへ、我が主を。迎えに行きましょう。バルナスさん、あなたの目的は何ですか？私に目的はありません。我が主の目的のために尽くすのみ。それはいかなる時においても不変のこと。すべては主のために。こうして神聖エピクエント魔導国は正しき統治のもと、以後も訪れる観難辛苦を乗り越えて永代の平和を築いていった。これがオメガの歴史におけるハリエット。彼女は多くの助けを受け、多くの力を得て、最後に人を信じ救われていった。だが歴史はそうはならなかった。本来の歴史はそうではなかった。そのことをあなたたちはよく知っているはずです。あなたは。あれはあくまで夢です。現実には起きえなかったこと。本来の歴史には救世主なんていらっしゃらなかったんですから。でも
夢の中の彼女が救われたおかげで今の私がここにいる。だからそのお礼に伺った次第です。どういうこと？隔てた次元を渡るには膨大なエネルギーが必要なんですよ。開闢に等しき力を持つブラックホール、それが消滅するその瞬間、エネルギーをまとめていただきました。おかげで戻ってこられたんです。私はここに。あなたは誰なんですか？それは時間稼ぎですか、シエラさん。管理者権限緊急更新、リミッター解除。ラビリス、救いよ。止めた。この者たちは来ただけと言っているのに、乱暴と短気は損をしますよ。時が来ましたね。はい、今度は私が皆の力に。どうなってるの？攻撃が全く通じない。通じないは正しくないね。通じてるけど吸われてるだ。この程度なんですか？困りましたね。今日はお礼と挨拶のつもりだったんですが、あまりにも手応えがありませんし、終わらせてしまってもいいのかもしれません。これは死角から撃ったのに手応えいまいち。さすがはついの女神さんですね。あなたの力でもかすり傷程度ですよ。ですが傷は負わせられました。つまり戦います。なるほど、魂のみを器に移したんですね。アカシックレコードの見る夢は正しき夢だったと。しかし随分見苦しく性にしがみつくものです。それでは挨拶はこのぐらいにしておきましょうか。世界を聞きなさい。我が名は対の女神シヴァ。かつて世界のために煮えとなったもの。故に世界よ、今度はあなたが私のための煮えとなりなさい。アカシックレコードの生み出した世界の器、あなたを壊し世界を壊す。始まりに生み出されし私と終わりに生み出されしあなた、どちらが残るかはそれこそアカシックレコードでも知り得ないはずですよ。